ビブリオ族は、グラム陰性肝菌に分類される、通性菌寄性菌の一族。自然界では海水などの水中に多く存在する、環境中の常在細菌であり、これら菌や腸炎ビブリオなどの病原体もこの、グループに含まれる。ビブリオという名称は、振動するを意味する、ラテン語に由来し、本属の菌が水中で活発に泳ぎ回る様子に、ちなんで名付けられたものである。 ビブリオ属の細菌は、通性研究性のグラム陰性肝菌で、禁煙の腸内細菌化の細菌と同様、葡萄糖を発酵する性質を持つ。その多くは、耐炎性、または抗炎性で、アルカリ性の環境を好む。典型的なビブリオ属細菌は、菌体の片端に一本の弁毛を有する、コンマ状に湾曲した形態である。このような典型的なビブリオ属の代表としては、 これら菌が挙げられる。極弁網はあり小生で太く、ビブリオ族の細菌はこれをスクリューのように回転させることで水中を活発に泳ぎ回る。典型的なビブリオ族の細菌では菌体が0.5から1回転ほどねじれた螺旋状になっており、これが本菌がコンマ状に見える理由である。このため、本菌は一般的には換菌に分類されるが、場合によっては、 螺旋菌の一グループとして扱われることもある。一方、ビブリオ属には、このような典型的な特徴とは違った形態を示す、ものも含まれている。一部のビブリオ属細菌は、極弁毛の他に、菌の周囲全体から伸びる弁毛を持つ。これらの集毛性弁毛は、一般に細く、人工培地での培養を繰り返すうちに失われる、ものも多い。また、 一部のビブリオ属細菌は、これら菌のような湾曲を示さず、まっすぐな菌菌状の形態を取るものもある。こういった非典型的なものの代表としては、長塩ビブリオが挙げられる。ビブリオの形態左、典型的なビブリオの形態。コンマ状の菌菌で、太い単毛性弁毛を持つ。右、非典型的な形態。形状はまっすぐで、 極弁毛の他に細い収毛性弁毛を持つ者も,もいる。単位はマイクロメートル。一般に細菌において、そのゲノムは1個の感情 DNA のみから構成されるが、ビブリオ属の細菌は例外的に大小2つの感情 DNA をゲノムとして持つという特徴がある。一般に染色体のサイズが小さい方が複製に必要な時間が短いことが知られており、 ビブリオ属菌はゲノムを分割することで素早い複製を可能にし、これによって増殖速度を高めていると考えられている。ビブリオ属細菌は自然界では水中に多く生息する環境中の常在細菌である。耐塩性や抗塩性の菌種が多いため、淡水のみならず海水や気水中などによく見られる。多くのものは水中で あるいは魚類などの水生生物の体表面や体内に感染し、またあるものは環境中でバイオフィルムを形成し、そこを生活の場として繁殖する。中にはこれら菌のように動物に傾向的に感染し、その腸管内で大量に増殖した後、宿主の排泄物に混じって再び水中に戻ってくるものもある。一部のビブリオ属菌は人に対する 病原性を持っている。飲み水や菌の付着した魚介類を介して傾向的に感染する原因になるもののほか汚染した水に浸かった時に傷口から感染するものも存在する。ビブリオ属菌の感染症にはコレラや感染性胃腸炎などの消化器感染症が多く見られるが菌種によっては感染後に血中に移行して排血症の原因になるものや 総症感染による寒冷死を起こすものなども存在する。ありがとうございます。